今回は、三菱ケミカル、住友化学、旭化成を決算から解説していく。総合化学メーカーと呼ばれる会社たちだ。総合化学メーカーか。化学メーカーにもいろいろあると思うんだけど、何してる会社たちなの？総合化学メーカーは一般的に基礎原料から川中、川下の各種製品までの一貫生産を行う企業のことを指す。エチレンセンターを保有する企業に限定して呼ぶ場合もある。ウィキペディア棒読みどうも。まあ簡単に言うと、石油を使って原料を作って、それを使って自社で製品まで作るメーカーのことだな。ふむふむ、エチレンセンターってのは？石油からできたナフサを熱分解して、エチレンやプロピレンとかに分けるプラントだ。このエチレンとかプロピレンっていう物質が、化学製品の基礎原料になるのか。うむ。例えば今出てきたのがエチレンの化学式だ。炭素が二重結合して他に水素がくっついてる。これがエチレンセンターで生成されるのね。化学式は中学生くらいで習ったっけ？で、エチレンの真ん中の二重結合を切って、他のエチレンと重合するとポリエチレンになる。ポリは重合って意味だな。ああ、ポリエチレンは聞いたことあるわ。で、これをペレットと呼ばれるビーズ状の原料にしたりする。エチレンの生成からこの中間製品まで全部やるのが総合化学メーカーというわけだ。で、このペレットをいろんな工場が加工して、私たちの使う製品になるのか。そう。基礎原料がプロピレンならポリプロピレンになるし、基礎原料を組み合わせて他の樹脂を重合したりもする。ポリエチレンテレフタラートなんかが有名だろうか。略して PET になるやつか。ペットボトルの原料のことね。ちなみに新越化学や富士フィルムも化学メーカーではあるが、基礎原料を自分で生成しないから総合化学の枠組みに入らないんだな。へえ、そんな違いがあったのか。さて、そんな化学メーカーだが、面白いデータがある。1955年の売上ランキングだ。すでに今回の3社がいるわ。11位の三菱ケミカルが1位まで上がったけど、勢力図はあまり変わってないのか。その三菱ケミカルだが、2017年に三菱化学、三菱樹脂、三菱レイオンが合併してできた会社だ。だから当時のランキングでは低く見えたんだな。さて、では3社の事業を見ていこう。まずは三菱ケミカルから。なんか事業がめっちゃ多いわね。スペシャリティマテリアルズ言われてもピンとこないわ。スペシャリティマテリアルズは樹脂、ベーシックマテリアルズは樹脂になる前の原料くらいでざっくりイメージしてくれ。ふむふむ。これが三菱ケミカルの事業みたいだけど、あくまで材料のメーカーだから、いろんな製品を出せるのね。そう。ゴムやプラスチックを使ってる製品なんて数えきれないし、それが全部総合化学の事業になるわけだ。ふむふむ。化学繊維なんかもそうだし、私たちの生活と切り離せない会社ね。ちなみに化学品以外の事業として、酸素や窒素の産業ガス事業、田辺三菱製薬が担当する医薬品事業があるな。さて、次に来るのが住友化学だ。エッセンシャルケミカルズという事業が一番大きい。またピンとこない名前してるわね。樹脂関係の事業ってことでいいの？そうそう。さっき出てきたポリエチレンや、ポリウレタンの原料プロピレンオキサイドなんかが主力製品のようだ。エチレンとかの基礎原料もこの事業に含まれるらしいわ。そう。あとは三菱ケミカルのスペシャリティマテリアル事業を、用途別に分けている感じだな。ふむふむ。あと健康、農業関連の事業が大きいわね。これが住友化学の特徴っぽいけど。ここは農薬が多いな。日本シェアの1割前後を取っている。農薬か。農薬も化学品だし、住友化学はここに力を入れてたのね。さて、最後に旭化成。材料事業の割合が半分以下だ。へえ、なんか意外ね。リチウムイオン電池のセパレータとか、オーディオ向けの半導体とかが紹介されている。LSI って言うと、半導体の本体まで作ってるのか。珍しいわね。で、総合化学メーカーでは珍しく最終製品を作ってる。サランラップだ。旭化成は他2社より知名度あるけど、これも原因と。あとここは珍しく宮崎県発祥の企業で、延岡市は旭化成の企業城下町になってるようだ。有形固定資産も一番多いし、今でも主力拠点なのがわかるわね。で、他2社にない特徴はなんといっても住宅事業だ。ヘーベルハウスのブランドでやってる。へえ、ヘーベルハウスって旭化成だったのか。家の外壁素材を旭化成が作ってて、それを使った家を作り始めて今に至るらしいわ。さて、ここで3社の業績を見ていこう。三菱ケミカルが4兆円、他2社が2兆円台だな。どこも直近で純利益が赤字の時期があるわね。総合化学は今厳しいって言うけど、やっぱりそうなのか。
特に住友化学は売上まで落ち込んでいる状況が厳しそうだ。この年の住友化学は厳しくて、2月に赤字2450億円の見込みに下方修正したらしいわ。うむ。ちなみに2ヶ月後に下方修正をおかわりして、純損失3100億円に拡大して着地した。これ、2ヶ月でさらに状況が悪化したってことよね？大丈夫なのかしら？あと目立ったのは旭化成だ。1949年の上場以来1回しか赤字を出してなかったんだが、2023年の3月期が2回目になってしまったようだ。三菱ケミカルも、化学産業は過去30年で一番厳しいって言ってるらしいし、3社とも心配になってくるわ。うむ。ではその辺含めて、3社の決算を見ていこう。では BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そしてこれが3社の BS だ。売上の大きい三菱ケミカルが6兆円くらい、住友化学と旭化成が4兆円前後といったところか。自己資本比率で見ると、旭化成の安定感が抜けてるわね。今まで黒字だったから利益が溜まってるのか。一方で住友化学の自己資本比率が2割弱と低めだな。住友化学の自己資本比率は2020年でも 25% だったみたいだし、最近の逆風で崩れたというよりもともと低い会社みたいね。さて、では BS の中身を見ていこう。まずは現金や在庫の誘導資産の部分。違和感があるのが棚卸資産のとこだわ。三菱ケミカルは売上大きいはずなのに、他2社と対して変わらないわ。棚卸資産は在庫や原材料とかのことだな。三菱ケミカルは売上の 2.2 ヶ月分だが、住友化学が 3.5 ヶ月、旭化成は 2.9 ヶ月分もある。なんでこんな差が出てるわけ？ OK。では今出てきたのが棚卸資産の内訳だ。特に差が出てるのは旭化成の仕掛かり品ね。作り途中の製品のことだっけ？そう。仕掛かり品が多いということは、作り始めから完成までの期間が長い製品が多いということだ。住宅か。部品組み立てて現地で完成させるのもあるし、確かに仕掛かり品多そうだ。その通り。長期在庫を持ってることは悪いことと思われがちだが、総合化学は各社事業が違うからこういうことが起こるんだな。ふむふむ。じゃあ住友化学の方はどうなの？住宅事業はないし商品と原材料が多いけど。正直わからん。ちなみに今出たのが2018年と2023年の住友化学の棚卸資産だ。計算すると、2018年の住友化学の棚卸資産は売上の 2.8 ヶ月分なのか。それが 3.5 ヶ月になったと。そう。決算資料でも在庫の圧縮を押し出していたから、何らかの理由で在庫が長期化してるのが住友化学っぽいな。このあたりは中の人じゃないと事情がわからないわね。さて、次に固定資産の部分だ。有形固定資産は三菱ケミカルが圧倒的だな。有形固定資産というと、工場や機械のことよね。売上多いんだから当然か。さて、ここで注目したいのがのれんの部分だ。全社ともかなり多い。のれんは、企業の買収時に、純資産に追加して払うお金だったわよね。そしてその下の無形資産は買収した特許とかソフトだから、これも買収関係が多いだろう。一体どんな企業を買収してきたの？ OK。では各社の買収を見ていこう。まず三菱ケミカルののれんの大部分は産業ガス事業だ。2018年に子会社の太陽日産を通して、プラスクエアって会社のヨーロッパ事業を買収したと。うむ。ヨーロッパは産業ガスの世界2位の市場で、競争も安定しているらしい。もともとヨーロッパに弱かった三菱ケミカルは、この買収でヨーロッパの基盤を整えたかったってあるわ。うむ。リスクを取った買収というより、ビジネスを広げるための堅実な買収に見えるな。さて、次に住友化学だが買収がとにかく多い。上から医薬の事業、インドの農薬企業、あとは7000億円を投資するって話か。そう。特に住友ファーマの買収は積極的で、医薬品企業の買収にすごいお金をかけていたようだ。医薬品の買収ってハイリスクハイリターンのイメージよね。そう。そしてこの買収がハイリスク側に触れたようで、2023年度の決算での連の減損損失が発生した。減損損失は、資産が思ったより価値がなかった時に、資産額を調整する処理のことよね。そう。減損損失をした前4番とは、もともと前立腺癌と子宮内膜症の薬を持っていたようだ。ふむふむ。
住友化学の力でシェアを拡大させようとしたけど、うまくいかなかったのか。そして旭化成でも減損が発生した。2015年に買収した電池のセパレータのポリポアだ。EVRC 電池事業って伸びそうだけど、うまくいかなかったのか。中国との価格競争がきつかったようだな。これが原因で久しぶりの赤字になったのか。ちなみに2024年5月に旭化成はスウェーデンの製薬会社カリディタス社の買収を発表した。カリディタスはここ2年くらいで腎臓の薬の開発に成功したらしいわ。売上180億の会社を1700億円で買収したみたいだし、のれんがすごいことになりそうね。もともと旭化成のヘルスケア部門は腎臓関係に強いから、シナジーを狙った感じかもな。でのれん以外で重いのが住友化学の投資の部分か。持ち分法だから、出資している会社ってことよね。うむ。この多くを占めると思われるのが2005年に設立したペトロラービグという会社だ。ペトロラービグは世界最大の石油企業サウジアラムコと立ち上げた会社みたいね。前に見たサウジアラムコの決算は圧倒的だったな。さて、負債に話を移そう。借金も三菱ケミカルが多い。規模が大きいから違和感ないわね。あとは住友化学が 1.5 兆円あるのか。2020年時点で 1.3 兆円だから、ここ最近で借金が増えている。あらら、業績も良くないし、手元資金を増やしたいのかしらね。さて、最後に純資産の部分だ。今までの利益の積み重ねが利益剰余金だ。ここも三菱ケミカルが一番多いけど、ここは合併があったから、処理がどうなってるのか次第か。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そしてこれが3社の PL だ。売上も利益率も三菱ケミカルが一番高いな。営業利益率が 6% なら、製造量としては高い方よね。そして赤字なのが住友化学だ。20% の営業損失だからかなり大きい。マイナス 20% か。石化の環境が厳しいとはいえ、なんで他2社とこんなに差が出てるの？うむ。では各社の事業ごとの売上と利益を見ていこう。直近6年分を持ってきた。青が売上、黄色が営業利益だぜ。まずは三菱ケミカルか。今赤くなったのが石化と素材の事業ね。その通り。そしてこの3つの事業には共通点がある。前年より売上も利益も落ちてるのか。基礎原料のベーシックマテリアルズなんて赤字になったわ。そう。最初に石化の市況がここ30年で一番厳しいという話をしたが、その通りのようだな。石化の事業、なんでこんなに調子悪いのかしら？結論言うと中国のエチレン増産だ。最近はすごい勢いで生産を増やしている。エチレン以外の基礎原料も増産してるらしいし、そこにシェアを取られていると。これが中国のエチレンの生産能力の推移なんだが、2020年からの生産量の増え方が異常なのがわかるだろうか。このグラフは2022年までだし、今はこれ以上の生産量になってるのか。ちなみに日本の生産量はどれくらいなの？ OK。では今出てきたのが2025年の予想生産量だ。一番上が日本、上から2番目が中国だぜ。規模でも中国が圧倒的なのか。こんなに新規供給が出てきたら価格競争も出るし、厳しくなるのは当たり前か。中国のエチレン生産量が減らない限り問題は解決しないだろうし、石化の不況は長引くのかもしれないな。そして他の事業だと産業ガスがいい感じね。石化事業は厳しいけど、他の事業で頑張ってるのが三菱ケミカルって感じか。うむ。プラスクエアの買収がうまくいったのかもしれないな。さて、次が住友化学だ。さっきの通り、石化と素材の業績は落ちていると。そう。石化だとペトロラービグの業績が相当悪いらしい。この持ち分法損益悪化で赤字が大きくなっている。これがラービグの株価みたいだけど、2022年から一気に株価落ちちゃったわね。うむ。2020年に石油価格がマイナスになって大ニュースになったが、今の株価は当時より低い。どれだけ石化事業が厳しいかがわかるわねこれ。さて、他の事業も全部売上も利益も減っているわけだが、特に厳しそうなのが医薬品の事業だ。突然営業利益率マイナス 40% になってるけど、何があったの？主力薬品ラツーダの特許切れだ。うつや統合失調症の薬になる。前に製薬業界の会があったけど、医薬品は特許が切れると一気に稼げなくなるんだっけ。
住友化学側もラツーダの特許切れは分かっていて、他の企業を買収して次の薬を探していたんだが、それも失敗してしまった形だな。前に見たアステラスも主力製品の特許切れを前にいろいろ頑張ってたわよね。そう。医薬品は当たれば強い業界だが、医薬品で稼ぐ以上はこうなるリスクは仕方ないのかもしれないな。最後に旭化成。赤字になった話があったが、今出てるのは純利益じゃなくて営業利益なので全部黒字になってる。石化の事業はマイナスとして、住宅とヘルスケアが順調に伸びてるわ。ここは値上げが大きいようだな。決算資料には AED の値上げの話があった。ヘイベルハウスも値上げしてるみたいだし、インフレについて言ってる感じか。そして CS だが、今までの話と被るので今回は飛ばします。旭化成に動きがなくて、三菱ケミカルは借金の返済、住友化学が資金調達を進めてる感じです。というわけで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。各社基本の石化事業が厳しい中で、他の事業が明暗を分けた感じになってたわね。うむ。あとは全社製薬事業を持ってるから、今後の研究次第で業績が大きく変わるかもしれないな。それでは、ご視聴ありがとうございました。